次に山田美希君。山田君。自由民主党の山田美希です。質問の機会をいただきありがとうございます。冒頭に現在ロシアから侵攻を受けているウクライナへの人道的な支援について法務行政の観点からお伺いいたします。私は5年前に外務大臣政務官を務めておりましたときにベラルーシの首都ミンスクとウクライナのチェルノブイリ原子力発電所敷地内の2カ所でそれぞれ開催されたチェルノブイリ原発事故後30年の追悼式典に出席をいたしました。ロシアも含め各国の政府関係者が一堂に会し犠牲者の記念碑に花束を捧げ二度と再び悲惨な事故を起こさないと誓ったにもかかわらず今回原子力発電所が攻撃され占拠されたことはにわかには信じられず決して許されない暴挙だと感じています。ウクライナの方々はご家族が生き別れになり再び会えるかわからないという悲劇は現代の出来事とは思えずこうした状況を一日も早く終わらせたいと強く願っております。ウクライナから国外への避難民は200万人を超えたとの報道があります。先週岸田総理はまずは親族や知人が日本にいらっしゃる方々について受け入れることを想定しているがそれにとどまらず人道的な観点から対応するとして避難民の受け入れを表明されました。昨日の時点ですでに8名の方が入国されたとのことですが日本への退避を希望するウクライナ避難民の方々に一刻も早く安心していただけるよう受け入れに向けた具体的な手続きについて示していく必要があると思われます。新たに日本に退避してこられるウクライナ人の方々に対して法務省はどのように対応していくのか伺います。古川法務大臣。具体的にどうするのかというお尋ねでございました。総理も言っておられます通りまずは我が国に親族や知人がおられる方の受け入れを想定しておりますがそれにとどまらず人道的な観点から対応してまいります。でウクライナからの避難民を受け入れるにあたりましては本邦に在留できる地位のみならず受け入れ規模生活および定住支援など幅広い分野にわたって政府全体として方針の検討が必要になるものと認識をいたしております。このことを踏まえまして法務省においても関係省庁と連携して検討を進めてまいりますとともに内閣官房における必要な調整も含め政府全体として対応を早急に進めていくということになろうかと思います。法務省としては今後政府全体との検討を踏まえ関係省庁との連携の上積極的適切に対応をしてまいります。山田君。ご答弁ありがとうございます。避難民の多くは女性と子どもだと伺っています。日本への退避を希望するウクライナ避難民の方々に対してはぜひともできる限りの支援をお願いしたいと思います。古川大臣におかれましてはこの後参議院の方があると伺っております。どうぞご退出いただいて結構でございます。続きまして現在我が国には約2000人弱のウクライナ人の在留者がいらっしゃると伺っています。その中には帰国に不安を抱き引き続き日本国内にとどまることを望まれる方もおられるかと思いますがこのような方々に対して法務省はどのようにご対応されていくのでしょうか。津島副大臣にお伺いします。はい、津島法務副大臣。山田委員にお答え申し上げます。山田委員政務官在任中にウクライナを訪れたことがあるということ、ウクライナは今回の問題について思いひとしおのものがあると思いますし私も今回のロシアによるウクライナ侵攻ということはですねまさに国際法違反の暴挙であると強い憤りを持っているところでございます。そういった中で日本に在留するウクライナの方々がこの情勢を踏まえて帰国に不安を抱くということは当然のことでございましてその方々がですね引き続き日本国内にとどまることができるように
まず在留期間の行使を認めるなどの措置を講じております。でそのことについては入管庁のホームページで、ご案内を申し上げてございます。また今申し上げた対話、ウクライナにおける情勢が改善していないと認められる間は同様に行うことといたしております。在留ウクライナ人の方々の置かれている状況に十分配慮しながら在留許可の判断を適切に行ってまいります。山田君。ご答弁ありがとうございます。今本当に大変な状況であろうかと思いますので、ぜひ丁寧なご対応をお願いいたします。今回のウクライナ危機で改めて痛感いたしましたのは、国際社会において自由と民主主義、基本的人権という普遍的価値観を共有していく取り組みは未だ道半ばだということ。しかし今後これまで以上に我が国から法の支配の重要性を国際社会に発信する必要性が高まっているということでございます。法務省においては昨年犯罪防止刑事司法分野の国際協力として京都コングレスを成功させ、その成果をさまざまなフォーラムで展開するとともに、かねてよりアジア諸国を中心とした法制度整備支援で実績を積み重ねるなど積極的に司法外交を展開していると承知をしております。日本の法制度整備支援の歴史は四半世紀に及びますが、その間に国際情勢は大きく変化いたしました。ポスト冷戦の時代とは異なって、国際社会において民主主義国と非民主主義国との分断が進む中で、民主主義国の中にも我が国と競合する形で法制度整備支援を行う国が出てきておりますし、非民主主義国が我が国の支援プロジェクトと競合して支援を行う事例もあります。時代の変化に対応して日本が行う司法外交にも独自の理念や方法などより明確な戦略が必要になってきているように感じられます。日本が行う司法外交の意義、そして今後の展望についてどのように考えておられるか、津島副大臣にお伺いします。津島法務副大臣。司法外交の重要性についてのただいまの委員のご指摘というのは大変重要なものがあると思っております。改めてこの司法外交の持つ意義というもの、まずはこのウクライナ情勢というものが法の支配や基本的人権の尊重という、これがまさに普遍的原理であるということを逆に再認識させている。そしてじゃあ司法外交の意義は何かといえば、その普遍的原理を世界各国に発信をして共有をするということにあるわけです。で、その司法外交を推進していくということは国際社会の平和と安定に寄与していくことに相なりまして、経済成長を支える司法インフラを整備し持続可能な発展に資するものとして大変重要なものだ、そう位置づけられるところです。そこで、その推進のための具体的な取り組みとして、いろんな多岐にわたるんですが、我が省法務省では四半世紀以上にわたりまして、アジアを中心とする開発途上国等における法制度整備支援を行って法の支配の定着に貢献をしてまいりました。我が国の法制度整備支援の特徴はといえば、相手国の主体性を尊重し国の実情ニーズに合った法制度整備を支援しているところにございます。このような我が国のならではの特徴を持つ支援は、おかげさまで高い評価をいただいておりまして、結果各国と強固な信頼関係を築くに至っております。だこうした信頼関係をもとに、自由で開かれたインド太平洋の要であり経済成長も著しい ASEAN との連携を戦略的に推進するために、法務省では日 ASEAN 友好協力50周年を迎える2023年に ASEAN 各国の法務大臣との会合を主催すべく準備を進めているところでございます。また法務省ではルールに基づく国際秩序の形成の取り組みの一つとして、紛争解決のグローバルスタンダードである国際仲裁の活性化にも取り組んでいるところでございます。引き続き我が国ならではの強みを最大限生かしつつ、司法外交を力強く推進してまいります。山田君。大変力強いご答弁ありがとうございます。
資金力に乏しく戦力を持たない日本にとって人の力こそが国力だと感じております。司法外交というソフトパワーの意義は今後ますます重要になりますし、これからは攻める法務省への期待が高まると感じています。日本人ならではの誠実さと質の高い仕事を世界にアピールできるように、司法外交のさらなる推進に期待をいたします。続きまして、同じく攻める法務省というテーマから日本の国際競争力強化における司法行政の役割についてお伺いをいたします。2000年前後からアジアのハブになっていた香港が事実上の中国化に伴って国際ビジネスの急速な脱出が進んでいます。避難先としてシンガポールと日本がライバル関係にありますが、日本の国際競争力強化のために国際ビジネスにとって魅力的なインフラ整備が急務であります。シンガポールとは比較にならない高額の税率を踏まえても、国土の大きさ、民主的社会基盤など日本が提供できる魅力は大きいと考えます。他方で日本は法的インフラの国際化が大きく遅れています。日本法はまともな英訳すらないものが多く、また各種届け出も英語では受け付けていません。英語を公用語としているシンガポールとは異なり、日本では当局の英語対応能力も極めて低いのが実情です。欧米レベルのビジネスにおける適正手続きの整備もまだまだ遅れています。こうした課題の多くは法務省の所掌範囲であり、法務省の取り組みが日本市場の国際的ハブとしての復活のための大きな鍵を握っていると感じております。日本の国際競争力を確保するための法的インフラの整備として、まずは英訳された日本の法令を迅速かつ正確に国際発信することが重要だと考えますが、法令の外国語訳の整備について、これまでの進捗状況と今後の取り組みについてお伺いします。法務省竹内司法法制部長。お答えいたします。日本法令の外国語訳を整備して国際発信することは、日本企業の海外進出や対日投資等の促進を図るためのインフラ整備として大変重要な取り組みであると認識をしております。法務省では関係府省庁の協力も得まして、専用ホームページに800本以上の日本法令や改正法の概要情報の英訳を公開しておりまして、近時のアクセス回数は1日平均約16万回に及んでおります。今後の取り組みでございますが、法令外国語訳の司令塔であります日本法令の国際発信の推進に向けた官民戦略会議からは、英訳法令の迅速な公開に向けた具体的なご要望をいただいているところでございます。これを踏まえまして、法務省では現在、翻訳工程における AI 翻訳の活用に向けた実証研究を実施しておりますほか、必要な体制整備も進め、令和4年4月には専用ホームページをリニューアルして利便性を高めていく予定にしております。引き続き関係府省庁とも協力の上、整備の加速化に向けてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。地道で膨大な作業だと思いますが、これこそまさに日本の国際競争力を支えるインフラだと思います。ビジネス界からのニーズも踏まえつつ、対象法令を広げていただけるよう、十分な人的物的体制の整備をお願いいたします。法令の翻訳の問題と並んで、日本市場の参入障壁と言われてきたのが、各種の申請や届け出を英語でできないかという問題です。これまで香港やシンガポールがアジアの国際的なハブとして日本よりも優位だとされた背景には、法令そのものはもちろん手続きも英語で行えるという点があります。日本でも金融行政においては英語化とワンストップ化が積極的に進められています。金融庁は昨年、新規に日本市場に参入する海外の資産運用会社などに対して、登録に関する事前の相談、登録の手続き、登録後の監督を英語で行うこととして、これらの業務をワンストップで行う拠点開発サポートオフィスというのを開設されました。
また海外の証券会社にも一定の条件の下で英語での登録申請を認めるよう制度を改正中だと伺っております。もちろんあらゆる手続きをすべて英語化するというわけではなくて、業態の中身ですとか行政側の英語対応のキャパシティなどさまざまな点を考慮しながら必要なものは英語化を進めていくとのスタンスだと伺いました。法務省の関連では会社設立登記が英語でできれば望ましいと考えますが、どのように対応しているのか伺います。法務省金子民事局長。お答えいたします。会社の設立登記は我が国において起業するための最初の手続きであり、その手続きについて英語対応を進めていくことは対日直接投資の促進の観点からも重要であると認識しております。これまでの対応についてご説明しますと、まず法務省におきましては日本語を自由に話すことが困難な外国人からの会社設立登記手続きに関する電話でのお問い合わせに対して通訳者および登記所職員との三者間通話により会社設立登記手続きに関する情報を外国語で提供するサービスを行っております。ちなみにこのサービスは英語を含めて10カ国語に対応しております。また現在外国人向けに会社の設立手続きの説明や会社設立登記の申請書の書式見本を英語に翻訳したものを本年3月末までに法務省ホームページに掲載すべく準備を進めているところでございます。今後ともグローバルなビジネス環境の整備の一環として外国人による会社設立登記の申請が容易となるよう英語対応を含めたさらなる充実に進めてまいりたいと考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。着々と準備を進めていただいているというところであろうかと思います。各省庁それぞれの行政分野ごとに実務的な制約や国内産業保護の必要性、安全保障上の配慮などさまざまな考慮要素を抱えているとは思いますが、全体的な方向性として日本のビジネス環境をグローバルなものにするために各省庁が協働し政府が一体となって手続きの英語化を進めるべきと考えます。将来の話ではありますが、先ほどの法令外国語訳整備と同様に各種申請届出の英語化についても法務省など関係省庁を中心に政府内に推進体制を作るなどして一体感を持って進めていただければと思います。次に法令の翻訳手続きの英語化に続いて紛争解決制度のグローバル対応について伺います。先ほど対馬副大臣からのお話にもありましたように、法務省は司法外交推進と国際競争力強化の観点から国際仲裁の活性化に力を入れていただいています。日本企業の海外進出を後押しするには国際商取引から生じる法的紛争が日本において解決できる仕組みが重要ですし、逆に外国企業を日本に呼び込むにあたっても日本で行った商取引から生じる紛争が日本でグローバルスタンダードに基づいて英語で解決できる仕組みが整っていることが重要です。とはいえ日本における国際仲裁の利用件数は未だ低調にとどまっているのが実情です。日本で仲裁を活性化させるためには何が足りないのか、ビジネスの現場に近い方々の声を伺ったところ、中小企業の間ではまだまだ認知度が低く、そもそも仲裁って何というところが非常に多いと。具体的な仲裁案件を紹介しようにも企業秘密を守るという制度趣旨から内容が非公開のために一般の方にイメージを持ってもらいにくい、それから費用が高い上に日本人で英語で丁々発止ができるような仲裁弁護士がなかなかいない、それから国際仲裁では仲裁地の法律にのっとって執行されるが、日本の法律は英訳がないものが多いため海外から日本における国際仲裁は安心できないと見られてしまうなどなどのご意見がありました。法律の英訳は先ほどご答弁いただいたように政府内に体制を組んで進めていただいているところですが、やはり人材育成と国内外への広報の充実が大きな鍵を握っているように思います。
法務省において国際仲裁活性化のためのインフラ整備として具体的にどのような取り組みを行っているのか伺います。法務省柴田大臣官房審議官。お答えいたします。国際仲裁は国際商取引における法的紛争に解決する手続きのグローバルスタンダードでございますが、先生委員ご指摘のとおり我が国における利用は諸外国に比して低調でございました。その要因といたしましては、我が国にはこれまで仲裁の専門施設がなかったこと、それから国際仲裁に精通した人材が不足しているということ、それから国際仲裁のユーザーである企業において、国際仲裁の有用性に関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していることなどが指摘されてきました。これらの指摘を踏まえまして、法務省では国際仲裁の活性化に向けたインフラ整備といたしまして、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRC に委託をしまして、平和元年から5カ年の事業として、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に向ける関する調査等業務を実施しているところでございます。この調査業務においては、仲裁専用施設の整備、国内外の企業等に対する広報意識啓発、それから仲裁人、仲裁代理人等の人材育成の各施策を包括的かつ実効的に実施することとしております。その一環として、令和2年の3月に、虎ノ門ヒルズビジネスタワーに国際仲裁の専用施設、JIDRC 東京がオープンしております。また国内外の企業に対する広報意識啓発という観点につきましては、特に国際仲裁の認知度が高くない中小企業に対するアウトリーチが重要な課題だと考えております。現在経済産業省や日本商事仲裁協会などと連携いたしまして、業界団体別のセミナーを多数実施しているところです。また海外に対する周知啓発といたしましては、日系企業が多く進出して国際仲裁のニーズが高いと思われるアジアを中心に、日系企業および現地企業を対象とするセミナーを実施して、今年度はシンガポール、タイ、中国、台湾を対象としたセミナーを実施しました。さらに在京の各国大使館に対する JITRC の東京の内覧会、それから外国弁護士に対する施設の案内等も行っております。引き続き関係機関、関係府省と連携いたしまして、周知啓発をはじめとする国際仲裁の活性化に向けたインフラ整備を積極的に進めてまいりたいと考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。最近一つ気になっておりますのは、コロナ禍でオンラインが常態化し、将来は仲裁地の考え方が相対的になっていく可能性もあるのではないかという点です。今後の動向を見極めながら必要な予算を確保し、効率的な取り組みを行っていただければと思います。最後に、この国際仲裁の活性化のためには、インフラ整備だけでなく最新の国際水準に見合った法制度を整備することも重要だと考えています。昨年10月と今年2月に仲裁調停に関する法改正について法制審議会において答申がされたと伺っていますが、その内容と今後の法整備の予定はどのようなものかお伺いします。金子民事局長。お答えいたします。法制審議会は昨年10月に仲裁法の改正に関する要項、本年2月に調停に関する要項をそれぞれ法務大臣に答申しました。国際的な商事紛争の解決手続きとしては、仲裁がグローバルスタンダードとされているところ、近似仲裁と調停等が相互に活用されるようになっている状況も踏まえ、法制審議会では我が国における仲裁調停に関する法制度を最新の国際水準に見合ったものとする必要があるとの問題意識の下で議論が行われたところでございます。まず仲裁法の改正に関する要項は、仲裁庭における暫定保全措置の定義、発令要件、執行等に関する規律を整備することなどを内容とするものであり、国連国際商取引法委員会、アンシトラルの最新の国際商事仲裁モデル法に準拠した内容となっております。また、調停に関する要項は、裁判外の調停で成立した和解合意について、裁判所の決定により一定の要件の下で執行力を付与する制度を創設することなどを内容とするものであり、調停に関するシンガポール条約と整合的な内容となっております。国際仲裁の活性化のために、これらの要項の内容を踏まえた所要の
法律案をできる限り早期に国会に提出できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。山田君。詳しいご説明いただきありがとうございます。関係者の皆様の地道なご努力が将来5年後10年後に必ず大きな実を結ぶと確信しております。以上をもちまして私の質問を終わります。ありがとうございました。